おはようございます。なんか接続がなんとなく大丈夫かな。おはようございます。なんでかな。おはようございます。あ、大丈夫っぽいですね。ありがとうございます。おはようございます。今日は1月27日ですよね。金曜日です。なんか今日はもう庭につららがなかったので、やっぱりね、あの極寒からはちょっと緩みましたね。なんとなくね、もう不思議なもので、なんか一回こう0かマイナス3度とか慣れると、なんかちょっとでもあったかく感じますよね。なんかね、すごいなって、人間ってすごいなって。その前だったらもうめちゃくちゃ文句言ってるぐらい寒いんですけど、そんなね朝ですね。ありがとうございます。なんかありますかねみたいな。なんか私は別にパタパタですけどなんかそういえば昨日、なんかお友達のことかな、なんか質問が来て、なんかその方はなんかの発表会、ピアノかなんかの発表会がなんか講師の方って言ってたんで、多分どこかの教室とかでされてるか自分でされてるかでその自分の生徒さんの発表会か何かで先生が最後に弾くみたいなやつなんじゃないかなと思うんですけど、違うかな、分かんないけど直接じゃないので。でなんかそれが数日後に控えてるんですけど、もうなんか緊張して、なんか弾けないみたいなで、なんかどうしたらいいですかねみたいな、なんか質問が来て、すごいなんか斬新で、なんか意外とそういう自分そんなねちょっとですけど教えてる方とかにはそういうことばっかりですけど、でなんか私その学校でとかそういうなんか教育のラインから外れてるから、教えてる方って言って色々ですけど、なんかもうすでに先生とか例えば学校で高校の先生とかそういう感じで自分でもこうちょっとそういう演奏会開いたりとかいう人とか、結構こう本番ありますっていう人がいると、結局は本番にどう持っていくかっていうことがかなりのこう割合を占めるっていうか、だからなんか結構普通のっていうかあれだったんだけど、全然その外から聞かれるっていうか、普通の友達同士とかでそういう話ってしないから、すごい斬新で。でなんか改めて聞かれるとなんて答えたらいいんだろうとかと思いながらパって昨日お答えしてたんですけど、なんか対策とかありますかね皆さんとか言って、あとなんか緊張してないと思われるんですね、私がね、全く。なのでどうしたらそういうふうに緊張しなくなれますかっていうふうに聞かれることも多いかもしれないですけど。緊張はしますよね。それで緊張はした方がいいんですよね。緊張感があることで、なんか脳のいろんなところがピピピってつながるから、緊張感っていうのはなんか研ぎ澄まされたってことでもあるから、だいたい緊張してる時になんか眠くなってきたとかありえないじゃないですか。だからその眠くなってきたとかちょっとボケたっていう方向と逆の方向に行くのがいつもと違う感じだから、緊張っていう名前をつけちゃうとなんか良くないことみたいになるけど、そもそも緊張したらいけないとか緊張したらどうしようっていうのが必要なくて、お緊張してきたなでよくて、なんか研ぎ澄まされてきたなって思えばいいとか、あと上がるっていうのがやっぱり上がるっていうのはまたちょっと違って、全く違うものだから、緊張と上がるってね、上がるっていうのは浮き足立っちゃうみたいなやつですよね。でそれはなくはないですけど、経験としてちょっと別物で、ちょっと今それについて、それはまずいんですよね。でだからそれ多分緊張しちゃって弾けなくなってどうしようって言ってる人って多分上がってるんだと思うんです。上がってるっていうのは、上がるっていうのは、飲まれてるっていうか、そのことなんだけど、それについてはちょっと今言っちゃったからだけど、ちょっとそれについてはちょっと上手に答えられないけど、またじゃあ答えますけど、上がるは置いといてっていうか、現実から離れちゃってるんじゃん。でも結局は対策は一緒っていうか、大体において、その私もそうですけど、うまく弾こうとした時にこの現実と私の目標とのギャップが生まれて、そこに緊張感が走るっていうか、そこなんですよね。で例えばたまにもう私の、ね、課題だから、その本番があるってちっちゃい時から、そうしていろんなの見てると、例えば草間彌生さんとか、それから前も子供の頃にすごい印象的だったのが三浦綾子さんっていうのが、なんか作家の方で、なんか氷点とか書いた人、なんかどうでもいいんだけど、なんかその人のインタビューを子供の時に読んだ時に、私は生まれてこの方緊張したことがありませんって言ってて、でなんかで なるほどと思ったら、その人はものすごい敬虔なクリスチャンで、神に全てをこう、全ての行為は神に捧げているので、で神様が私の全てをもう見ているっていう、知っているっていう、そのあれがあるので、なんかよく見せようっていうところがないのの、もう極致の人だったんだなと思って、だからなんかだからってわけじゃないけど、そのうまく弾こうと思わないっていうのがまず確認するかな。すごく絶対うまく弾かないっていう、うまくなんか弾くもんかぐらいって心に決めると、まあなんかじゃないか、うまく弾こうとすると平常時よりも下手になるんですよね、大体ね。とかね、いろいろありますよね。そんなことを昨日言ってたんですけど、うまく弾こうとしないっていうのと、あとはもう絶対に、もうそれこそ今ここ、今弾いてる1秒後っていうか今弾く音以外のことは思い煩うな彼なんですよね。だから大体崩れるのって、例えば次のページに引いてあるあそこってどうだったっけとか、例えば次の曲確認事項はとか、あそこ大丈夫かなとか、あと私とかだと次喋ること、次あれだけは逃しちゃいけないことだとかっていうところに行くと、今に私がいなくなって、それで足元から崩れていくっていうのはよくあるパターンで、だからもう始まっちゃったら、その絶対に未来はここにやってくるから、その心配している場所はここに来るんですよね、絶対に。だから今そこのことをに行っちゃうともうダメだから、もう本当にそうでもなってくるんですよ、そういうふうに頭が。だからなんかもう何が何でもそのっていうと、どうなるかっていうと、どうしたらいいかっていうと、今鳴ってる音を聞くことになんか命をかけると、今鳴ってる音を聞くと、その音が次の音をにつながっているから、その音を聞けば絶対に次の音は来るんですよ、私が忘れていようと。だからなんか結局究極の今ここみたいになってくれば、それがうまくこう回転し始めると、誰もいないここにみたいな感じとか、私が弾いてないって感じとか、そういう方になるけど、やっぱりテクニックとしてはそこに入らないダメな時に絶対最初の時はガチャガチャしてるから、最初の何曲とかが1曲弾くんだったら最初の何分とかをどれだけなんか踏みとどまるかみたいな勝負かなと思ったりで、すごい低級なところの話ですけど、でもそんな感じだから、なんか究極を言えばキリがなくて、その演奏とかでもいいわけないわけですよ、今の演奏が。でもっとこうしたらとか高みを見るっていうことは絶対必要で、例えば先生に見てもらえばここがこうここがこうって言ってもっとこうでっていっぱいいいことを言っていただけるし、それは、絶対にそれをクリアしていく必要があるけれど、それはそれとしてもっと直近にある何月何日に弾かなきゃいけないっていう時にはそういうなんかあれは切ってでも一応現段階でまとめて出すっていうことが必要だから、その時に私はこんなもんだっていうか、私のことで言うと自分のことを諦めるみたいな、諦めるっていろんななんか意味があるらしくって、明らかにするっていうのも諦めるっていうらしくって、ああっていう諦めるっていうのも同じことなんだけど、所詮これが私っていうのと達観っていうかと、あと明らかにするっていうのはどのぐらいできてないかどのぐらいできてるかっていうのって意外と直視したくなくて、なんかがむしゃらに練習するみたいになりがちだけど、私のなんか棚卸しっていうか実情は。じゃないと逆に変に謙虚になってもう全部ダメですみたいになるのって、まあ、自分だけの世界だったらいいけど、誰かに聞かせるってなると聞かせる人がいい迷惑になっちゃうから、これはできるとか、例えばこれは寝てても弾けるところだとか得意なところとか、あとここはもう何割の確率で失敗するフィギュアスケートとかだったらここのジャンプは、10% の確率でしか成功しないっていうのがちゃんとプログラムに入ってるって分かってれば、それたとえ失敗してもそれはそれですぐ次に行けるみたいな感じで、ちょっと捨ててはいないけど、ここはもう成功率低いなっていうところを 100% 目指してることによって全崩れとかもありますよね。みたいなこととかですかね、そのぐらい。あとまあそうですね、そんな感じかな。なんか受け入れちゃって感じですかね、もう全体を。何が起ころうとお客さんが気になるなら気になるでそれも受け入れてとか。その状況をその時起こってることの中でやるって感じかな。なんか役に立つといいなと思って、なんかちょっとこれ多分聞いてるかなと思うんで後で聞くかなと思って言ってみたんですけど、そうですよね。だからやっぱりそれって結構いろんなことに言えるっていうか。とりあえず私としてまとめるっていうか、でも人生とかでもそうですよね。なんか完璧主義って、完璧主義という言い訳ってよく完璧じゃないからできませんとか、完璧じゃないからまだやりませんとか、私は完璧主義なんでっていうのってやらない言い訳としてすごい有効な。あれでみっともないことも見せていく覚悟がないと、なんか何か一歩踏み出せないっていうのもね、ありますよね。なんか私みっともないこと見せていく覚悟がありすぎるっていういい迷惑っていう問題もあるかもしれませんけど、あともう一個すごい思ってたし、今ちょっと他の勉強とかいろいろしてて、ああ同じだなって心の底から思ってるのが、本番スタートはもう終わってるっていう本番スタートする前に全て終わってるし決まってるっていうのは確実だから、なんていうのかな、引く前が全てなんですよね。弥生さんが、勝間和代さんがよく完璧主義がダメになることを話されてますよねって話されてますけど、弥生さんがあ、そうなんですね。完璧主義がで、だって完璧ってないから、完璧主義ってそのなんか宇宙とかも全部完璧じゃん、ずっとちょっとずつ変わり続けて進化し続けて、それでその状況が完璧なんですよね。でずっとなんか拡大し続けるとか、それが永遠で、完璧と永遠とちょっと違うっていうか、その変わり続けるっていうのは新陳代謝だから、常に何かがちょっとずつ壊れていて、常に何かバランスが崩れていて、つまりまあダメっていうかダメな方があると、それを利用してこう、それを動力っていうかにしてこう、またそれを取り戻すっていうかによって、また次のいい方にっていうかプラスの動きが生まれてって言って回転していって、だからそこに完璧ってなんかないっていうか、それを完璧っていうかもしれないけど、なんかわかんないですけどね。それで絶対よりなんか今すごい一番思ってるのはやっぱり、スタート時点でもう終わってるっていうか。だからつまり準備が全てっていうか、で準備が全てって言って準備が間に合ってないっていうことではなくてか、まあ、できる限りやるべきなんだけど、そのスタート前にもう揃っちゃってる、そこも完璧でったことありえないけど、なんていうのかなちょっと難しいけど、そこまで持っていけると、まあちょっとまた、緊張対策と、でもそれ一番本当は一番の緊張対策かもしれないけど、でもそれって時間がなくても、たとえ、5分前に急に引いてくれって言われて5分だけあるって言って、その5分間の準備っていうのも同じだから、やっぱり準備なんです。その1秒前までまあ準備っちゃ準備だから、そこでできる限りのなんかやれることは尽くすみたいにして、そうするとああもう弾けるみたいな、これ弾いたら終わるみたいな、なんか喜びになるっていうか、それ本番事じゃなくても何かを出すっていうか、作品を出すとか提出するとか、作品じゃなくてもなんかなんだろう、なんかプレゼンでも誰かを説得するならその場でも、そのいざっていう時っていうのはもう舞台に上がっちゃってるみたいな感じだから、その前のやり方なんだなっていうのは。ちょっと矛盾するかな、だけどそれどこの世界もそうなんだっていうか、すごい思いましたね。なんか何かを書くって言ったら書きながらっていうのもあるけれど、書きながらってもうそれ本番なんだなと思って、その前の準備っていうか、そこで全部決まっちゃうところってあるんだなとか思ったりするので、逆に言えば緊張するとか言って準備してるところがとっても正解っていうか、なんか例えば今度ピアノの発表会があって緊張してる方がいらっしゃるんだとしたら、今緊張してることはものすごい正解で、それだけ真剣にその発表会に向けて気持ちがこういってるってことで、そこで今できてなくてもその時間、その準備してる時間がもう全部その糧ですよね、本番のね力になるっていうか、そういう感じで、なんかあとはまあそこでちょっとすごい面白い、なんかそう切りがね、そこでただね、その最後の最後いろんなこと言えるけど、例えば緊張してもいいんだとか準備が全てとかいろいろあるけど、その最後の一戦のこう綱渡ってる時の時って結局どれだけ自信ってね、本当自信って言っちゃうと簡単だけど、自分を信じれるかっていうことになった時に、私最近本当にそうだなと思ったのは、意外でもないですよね、陰徳なんですよ。陰徳の本をなんか最近とかこの 1,2 年前とかにすごい紹介されて、でなんかそれより前だったらもうちょっとなんかこうなんかメンタル的な最新の話とか、あとなんか悟りとかのちょっとこうなんていうのか、知的好奇心が、悟りをそういうふうに解釈しちゃいけないけど、でもなんかそこが満たされる知らない話とか、あとこう弓と禅みたいなのもまあ同じなんだけど、そういう究極の人の話とかは面白いって思ったけど、陰徳ってなんかこうダサいって言ったら失礼だけど、なんか知ってるって思っちゃうんですよね、やってないくせに。でなんか陰徳でしょみたいな感じでちょっとそういうのがあったと思うんですけど、読書会とかだと読まざるを得なくて、ちゃんとね順番にここまでとか言われるから、そういうふうにした時にこういうことかっていうのは、その自分を信頼できるようになるんだなと思って。細かいところでなんか気になったことを、気になったゴミを見逃さないで捨てるとか、そういう小さなことでも一番のなんか徳を積むと帰ってくるみたいな大きな話じゃなくても、小さなところでなんか自分という人を外から見てなんか信頼、任せようみたいな感じかな。意識じゃない命としての自分に任せようみたいな感じかな。なんかそういうのがちょっとあるかないかで、今晩のなんか着物座り方が変わるかなとか、それはすごい思ったかもしれないですけど。だからそれで変わったのは、なんか前だと自分のことしか考えてないから、その学生の頃とかとにかく自分がこの月の試験に自分なりの一番いいパフォーマンスを出すことしか考えて、それが正解だと思ってたから、そこしか見えないから、その例えば本番前に練習したいのに困ってる人とか、例えば家族でも何かその私が助ければいいだろうこととかがあっても、とりあえず今それどころじゃないから待ってくれって感じになって、終わってからとかだけど、そうじゃなくてその本番まで普通に時が過ぎていく中で。全世界の変な話になっちゃって、なんか緊張の話じゃないけど、全宇宙の中で私がここにいる役割っていうのは、そんなたかがそのコンサートで間違えないことっていうのはあんまり役に立たなくて、今この瞬間私がやるべき、私が役に立つことっていうのは目の前にこう次々来て、そこをやっていくっていう風にならざるを得なくなったわけですよ。もう年取ってくると、その学生じゃいられないし、いろんな家族とかのね関わりもあるとやんなきゃならない、私が今これをやったらいいんだなっていうことがこう周りにどんどんやってくることと、練習するっていうことを天秤にっていうか、宇宙的天秤にかけたらどう考えても練習なんかどうでもいいっていう、私のエゴだなっていう、私がうまく弾いたところで何も、まあお客さんがちょっと嬉しいかなぐらい、まあそれ重要ですけど、っていう時に一番私が役に立つことをやるってちょっとした陰徳だと思うんですけど、陰徳でもないかもしれないけど、でやってった時の本番のなんか精神の安らかさみたいのがあるんですよね。それはなんかちょっと違いかな、なんかそうするとなんか何かを信頼できるみたいな、全体を信頼できるみたいな感じで、絶対悪いようにはしないし、まあ、いつかは終わるしみたいな感じとかになりますかね。なんかちょっとそれはなんか大げさな話ですけど、まあなんかだから全部いいってことですよね。全部これはこれだからこれでいいのだ、じゃあ一言おまじないがあるとしたらもうこれでいいのだですよね。本当にバカボンですよね。だから本番前にどっか怪我したらこれでいいのだ、腱鞘炎になったらこれでいいのだ、それによってなんか余計な力が抜けるとか、そこに全集中したことで余計に緊張しなかったとかっていうこともあるし、どっかでミスった、でもそれはありますよ、最初の方でなんか大きくミスった、もうこれでいいのだ、ここで厄落としによって後で起こるなんか大変なことはもう免れたのかもしれないし、なんか全部これでいいのだっていう感じですかね。ということで、じゃあなんか緊張について話してみました。じゃあちょっと急いで弾きたいと思います。よろしくお願いします。終わりました。ありがとうございました。こんな感じでございますね。なんかびっくりな感じの方がいらっしゃる。ということで、なんか今日はなぜか緊張ご質問に珍しくお答えしてみましたみたいな、ぜひご質問ください、その方がなんか言うことがあるかもとか思いましたけど、では、終わりたいと思います。1月27日金曜日、今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に失礼します。ありがとうございます。